1977年の電力署前借り上工場と周囲約500メートル範囲。上が、ぬかびら方面。中央に小さく見えるのがホーム。右に広がるのは電力社宅で、その敷地より階段を降りた位置にあった。待合室は階段の手前の林の中にあったが、この写真では確認できない。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成電力書前仮城工場は、かつて、北海道加藤郡上志保路町麻座黒井平に存在した、日本国有鉄道志保路線の仮城工場である。志保路線の廃止に伴い、1987年3月23日に営業を停止、廃止となった、短式一面一線のホームを有する無人駅であり、 廃止島で仮上工場であった。黒い平には、ぬかびらダムとぬかびら発電所に関連した住宅があったが、この住宅付近の線路には、勾配があり、やや離れた場所に、黒い平駅が設置された。しかし、これら住宅への利用者の便を測るため、列車の出発に、支障のない下り勾配方へ向かう列車に限り、発着をする駅を住宅資金に設けることになり、設置されたのが、 東仮上工上である。そのため、停車するのは、帯広方面行きのみで、ぬかびら方面行きはすべて通過していた。ただし、全国版の時刻表では、仮上工上の記載は省略されており、上下列車とも、黒い平駅に停車するように記載されていた。ぬかびらダム開発の電力所関係の家族が主な利用客であったが、1978年に社宅が、 上志幌町中心部へ移転したことで周辺は無人地帯となっていた。ありがとうございます。